はいどうも、長坂レモンです。本日はですね、普段の対戦動画、紹介動画と違いまして、まあ、皆さんお待ちかねなんですかね。はい、お待ちかねの、禁止制限の告知っていうのが、発表されましたよって感じですね。まあ、もともとね、今回はウィザーズ・オブ・ザ・高所者様から、まあ、ずっとね、5月29、まあ、日本時間だと5月30ですね、に、禁止制限の告知をしますよっていうお話は出てたので、まあ、皆さん知ってる方も多いとは思います。で、今回はですね、その禁止された内容と、どうして禁止されたのかっていうことと、まあ私の所感と、まあその後ね、今後どのような環境になっていくかっていうのをちょっと解説というかな、考察とかもしていこうかなと思います。はい。というわけでね、まずは記事の方を見ていきましょう。まあ、2023年5月29日禁止制限告知ということで、はい。まず、スタンダードで、鏡合いの偶話、キジキの胸像、そして絶望将来、聖壇の銀貨破りの、3種類が禁止になりました。はい。まあ実はアルケミーの方でもナーフだったりとかも入ってはいるんですけど、まあとりあえずね、この辺の奴らが禁止になりましたよって感じですね。で、これについてなんですけど、まあ、偶話と、銀貨破りに関しては予想してた方も結構多いのかなと思います。これに関しては結構納得ができる禁止改定かな。とりあえずね。で、まあ絶望将来まで一緒に行っちゃいましたね。これはなかなか、まあ、私も一応、予想よりは、絶望将来は禁止されないんじゃないのって思ってました。てか、まあ、とりあえず、偶話とバンクバスターさえ禁止になればいいんじゃないっていう感じだったんですが、まあ、絶望将来まで持ってかれましたよって感じですね。とりあえず、この辺の考察についてはまた後でするとして、とりあえず一体どういう理念で、禁止したのかを見ていこうかなと思います。はい。スタンダードの変更に伴う禁止制限の理念の更新と。はい。先日我々はテーブルトップのスタンダードとあらゆるレベルでそれを改善するための新しい焦点について記事を掲載しました。はい。本日はその目標に向かって第2本目を発表します。プレイヤーが、スタンダードの禁止について話をするとき、それがプロツアーの上位卓で競って合ってる人であっても、地元のお店で行われているもっとリラックスした、水曜夜のスタンダードを楽しんでる人であっても、我々がコミュニティから得られた反響のほとんどは、現在の禁止の感覚がいかに混乱を招くものかに、ものであるかについてでした。スライドじゃなくて水曜なんですね。はい。水曜はスタンダードって感じなんでしょうか。まあまあまあ。それはそうと、まあとりあえず、これがどういうことかっていうと、今までというか、ちょっと最近の話ですかね。まあ、今回の禁制発表がある前までの禁制発表って、とりあえず、なんか急に、今日から禁止します、ポンっていうお知らせが出るだけだったんですよ。で、それがあると、どのカード買っても、なんか急に、なんか明日禁止になるかもしれないみたいな話をしなきゃいけないっていうところがあったので、それが、すごい混乱を招いていた。スタンダードをやりづらいよねっていうところは、海外の方でも、まあ、なんなら日本でも結構あったと思います。そこだったと思います。で、なので、今回ですね、現在の禁止は、プレイヤーがスタンダードに取り組む点での、通点ですと。ということで、これに関しては、運営も、さすがにこれはやばいなっていう印象を抱いてたらしいですね。はい。禁止はあまりにも突然に出されて、あまりにも一貫性を欠いていて、プレイヤーが安心してデッキを構築してプレイするということを損ないます。はい。というわけで、この辺をまず改善しなきゃいけないよねっていうお話でした。で、今後各フォーマット、特にスタンダードを管理する感覚を変更します。我々の目標は、より一貫性を持たせるために、各フォーマットの変更のほとんどを年に1回にすることです。この告知は秋のプレビューが始まる前に行われます。これはスタンダードだけでなく、モダン、パイオニア、レガシー、そしてヴィンテージも同様です。はい。ということで、今後、年に1回、まあ8月ぐらいなのかな ?8 月、まあ9月前ですかね。に、モダンパイオニアレガシービンテージ、まあスタンダードも含めてですね。ここら辺が一括で禁止する日程を、まあとりあえず作っちゃいましょうっていう形になってます。で、なので、まあとりあえず、その日までは、その禁止改定が行われる日までは使えますよ、だったりとか、まあそういうのはありますかね。うん。まあ、ただね、これについてはまだまだ他にも、お話があるんですけど、はい。大枠では、スタンダードを楽しく健全なものに保つという我々の目標は変わりません。しかし、我々はより厳格に、長い間カードやプレイパターンを精査し、スタンダードを新鮮で、魅力的で、継続的にエキサイティングなフォーマットであることを確かなものにします。はい。まあ、スタンダードはローテーションするっていう、まあ、常に新しい状態でプレイする、まあ、常にじゃないですね。まあ、ある程度新しい状態でプレイすることができるっていうのが魅力なので、はい。これは、ぜひ頑張っていただきたいところ。で、はい。で、年1回の告知に加えて、環境の大きな崩壊に特別に対処するための禁止制限の更新を各セットの発売後、3度目の太平洋時間の月曜日に行います。
これは基本的にプロツアーの後に行われますということで、はい。さすがにヤバすぎるカード。まあ、この後にも書いてますけど、まあ、守護フェリダ、王子だったりみたいな、このカードがあると環境を壊すよね、っていうやつの禁止は、まあ、発売から3週間で、まあ、確認してやりますよって感じですね。まあ、その確認した3週間っていうのも、結構まあ、アリーナとかもあってね、プレイパターンだったりとかが見えてくるタイミングとかでもあると思うので、まあ、これについては結構嬉しいかなと思います。まあ、オムナス、王子、ウーロみたいなカードがね、ずっと居続けるのは、それは不健全ですからね。はい。ね。我々はスタンダードに禁止を出すために、この3週間ということを、期間を使うことは非常に稀であるべきだと考えています。そらそう。はい。もし新しいカードがいずれかのフォーマットに急激かつ劇的に悪影響を及ぼしても、我々はプレイヤーが1年以上にわたって良くないフォーマットに留められていると感じないことが重要であると考えています。感電典型環境とかね。あれはもう完全に留められている感じでしたからね。まあ、そういうのもあって、まあ、それはしっかり見ていきたいなって感じですね。はい。この期間は、守護フリーダーのレベルのカードのための使えることが ないよう、願う緊急手段です。理想的にはスタンダードの更新やプレイヤーのデッキ選択と構築への安心感を維持するために年1回でだけであるべきです。ということで、まあ、守護フェリダーとかもね、これができた理由も、あのカード忘れてた、だったんで、はい。まあ、コンボしないだろうと思ったらコンボするカードがしっかりとあったっていうだけなんで、まあ、こういう本当にやばいやつは、早めに禁止しますよって感じですね。例えば、前の環境で使われているカードと合わせてコンボができてしまうカードだったりとか、まあ、この3週間は多分スタンダードだけになるんじゃないかなとは思います。はい。なんで、モダンとかレガシービンテは、何らかには1年ぐらいはあるんじゃないかなっていう印象ですかね。はい。ね。とはいえ、この変化を促すために我々は本日3枚のカードを禁止します。我々はこの禁止を現在のスタンダードに漂っている禁止の話はなくした、いわば真っさらな状態で新時代のスタンダードを始めるために重要であると考えています。そのため以下の変更を行うことにしました。まあ、グーは絶望将来バンクバスターの禁止ですね。で、本来この禁止ってやる必要はなかったと個人的には思ってます。何がなかったかと思うかっていうと、ローテーションが2年で次の環境でこの3枚が落ちる前提なら必要ないかなっていうのが私個人のね意見でした。まあ3年にするなら禁止しなきゃいけないよねとは思います。はい。で、まあそれについてですね、我々はここ数セットの発売と、プレミアレベルのトーナメントにわたって、黒墓をベースとした3色の台頭と支配を観察してきました。我々はこの変更がスタンダードにおけるこの支配的な戦略の勝率を下げ、エキサイティングな変化とこの夏およびエルドエンの森の発売に先立った潜入地点を生み出す助けになると考えています。まあそうですよね。今のラクドスとかグリキシスに対して、まあ1セット追加されたところで、じゃあそのラクドスグリキシスに勝てるんですかって言ったら、いいえって私は答えます。はい。そんなレベルですね。はい。なので、まあ、まずここのね、カードのあれについて見ていきましょう。まずグーバの方は、はい。クラーカーベースの戦略の根幹であり、これがスタンダードに参入してから常にこのフォーマット最強のカードの1枚でした。リソースとカードの回転を生み出し、そしてマスト除去レベルの脅威となる能力はこのコスト帯では突出しています。はい。対抗手段は少なく、3マナは遥かに超えるものも多くあり、特に固定倒すのは難しくなっています。聞き敷きの偶話というか、鏡の偶話に対して1枚で対処できるカードって、確かね、今のスタンだと、国別か、ジャンドからの4マナのスペルぐらいしかなかったはずなので、本当に1枚での対処が難しいです、このカードは。うん。で、問題点があって、そいつらが3マナだったら話は別なんですよ。まあ、国別3マナとか私がブチ切れると思うのであれですけど、3マナだったら特に問題なかったんです。偶話の開始にそれを打てばいいだけなので。で、問題は、それが4マナ、6マナとかなんですよ。要は、偶話って選定出した時に2回動けるんですよね。はい。2回動けるってなって、まあ2回動けるというか、まあ少なくとも一発殴ることができて、で、そこで宝物も出せるんですよ。じゃあその上で4コストのカード使えますかって言ったら無理ですよね。うん。なので、まあその辺は、まあこの3マナ、対抗手段は 3マナを超えるものが多くありっていう、まあそういうところですね。はい。で、まあ偶話を排除することにより、クローカデッキの強さを下げるとともに、デッキ構築上での脅威が欲しいのか、カード回転が欲しいのか、カードを墓地に送る能力が欲しいのかに応じた注意深い選択肢ができることを願っています。まあこれ全部できるのが良くないですからね。はい。まあ例えば、ルーター絡み、1枚捨てて2枚ドローする、みたいな感じ、2枚捨てて2枚ドローする、みたいなカードっていうのが、まあデッキの安定度っていうのが、欲しい可能性はあるんですよね。例えば、コンボデッキだとそういうところは結構顕著ですよね。
まあ、ひでつぐ返りを使ったワンショットって、まあ、こういう、まあ、手札を入れ替える手段があるからこそ強かったっていう部分もありますし、脅威が欲しいのかっていうのは、まあ、グーワって脅威を2枚展開しながらルーターもするんですよ。3コストの脅威って今んところ結構いっぱいありますよね。ラフィーンだったりとかはそうですし、あとは、墓地の侵入者とかもそうですかね。みたいな、3コストの脅威って多分結構あると思うんです。で、まあ、それも欲しいのか。それとも、カードを墓地に送るリアニメイトとかですかね。リアニメイト手段として欲しいのかっていうのは全部あるんですけど、これはこのカード1枚で全部やってたっていう話ですかね。はい。これらの理由と多くのデッキの使用率の高さにより、グーワは禁止されます。そらそうという感じ。まあ、問題はこのスタンダードっていう部分があるじゃないですか。これをパイオニアに変更しても、このコピして使える可能性があるってことですかね。まあまあ、次行きましょう。はい。バンクバスターは発売以降、アドバンテージエンジンとしてのスタンダードの多くのデッキに使えてきました。無色のカードなので幅広い色や戦略のデッキに簡単に組み込まれてきました。その単純な普遍性と強さは無色のカードとして他のカードアドバンテージ獲得手段を押しのけすぎています。はい。これに関しては本当で、青ってドローの色じゃないですか。じゃあ青の4マナのドロソ入れるのと、バンクバスターどっち入れますか？じゃあバンクバスター入れますよね、みんな。うん、無色ですし、最速で出すこともできて、まあ4マナで2ドローするカードよりも、バンクバスターでまあ計8マナ使ってはいますけど、3ドローする。しかもマナが余った相手ターンのタイミングで使えるの絶対強いですよね。しかもこれなぜかフィニッシャーついてきてますよね。じゃあ、4マナの青のドロソ入れる必要ありますか？バンクバスター入れませんか？って言われたら、私は、はいって答えます。はい。そして、まあ、無色であるってことも結構悪さしてて、例えば白タンミッドレンジだったりとか、私がね、ちょっと前に作ったチャタンとかも、まあ、こういうカードがあるからこそ成立してる部分もあるんです。まあ、白タンは、まあ、これがなくなっても、なんとかなりそうな気はしますけど。はい。ね。なので、要は、青としてのドロソだったりとかするのを、じゃあそのドロソ入れるぐらいならバンクバスターでよくないですか？っていう話ができちゃうんですよ。はい。まあ、それは良くないよねって話ですね。またこれはクリーチャーのサイズにも圧力をかけており、バンクバスターに登場できるクリーチャーは他よりも、はい。バンクバスターよりも、登場できるクリーチャーは他よりも優先されます。税血の収穫者とかもそうですよね。あのカードってパワーが3あったからっていうのは絶対あったと思うので、パワー3があったからこそ、入ってたし、まあ、グーアとも相性が良かったしっていうので、まあ、入ったと思います。はい。で、他にもね、結構パワー3だからこそ使えるカードっていうの結構いたりとかして、例えばしつこい負け犬とかそうですよね。あと墓地の侵入者とかもパワー3だから、死体鑑定士とかもそうですよねって感じ。はい。まあ、それもあって、まあ、多様性の発展と他の色に同じ用途のカードの力を取り戻すために、これは禁止されますっていう話です。はい。まあ、そうだろうなって気がします。で、最後、絶望将来ですね。はい。絶望将来は発売以降、ほとんどの、クラーカベッキのベースと、黒の戦略のマナカーブの頂点に置かれてきました。強力な戦場対処能力とカードアドバンテージ生成だけなく、黒の弱点のうちいくつかを補うことにも優れています。伝統的に幅広いカードタイプのパーマネントをプレイすることは単体除去呪文を多用するデッキに対して有利です。はい。例えば、対黒タン、クリーチャー除去しか入ってないデッキがあるじゃないですか。例えば、喉首狙い切り崩し、まあ、あとプッシュとかね、そういう、まあ、単体除去しか入ってない敵に対して、じゃあアーティファクトで盤面作ります、エンチャントで盤面作りますって言ったら、それ作れますよね。例えば、プレインズウォーカーで盤面作りますってやっても、それはちゃんと黒の除去を、まあ、透かすことができるっていう、ちゃんとメリットがあるじゃないですか。はい。そこに対して、この絶望将来はあまりにも強すぎたという話ですね。まあ、それはそう。まあでも、黒クワドラブルだしなって言ってました、私は。はい。で、絶望将来は、カード盤面に唱えることが効果的なカードであり、この手の除去を多用する戦略に対して伝統的に有効なエンチャントやプレインゾーカーを除去するため、クリオの戦略に対して十分な対抗策を見つけることを特に難しくしています。はい。例えば、私が結構好きなカードに、まあ、ボンバードですね。悲儀の攻撃ってあると思うんですけど、このカードは、絶望将来が重すぎて、うーってたまになってます。はい。まあ、そういうのも含めて、まあ、このカードって黒が触りづらい。要は、アーティファクトとかエンチャント、特にプレインズウォーカーをプレイするデッキって、相手の除去を透かすことができるっていう強みがしっかりあるんです。まあ、その分重かったりとか、盤面の干渉力が少なかったりはするんですけど、それを、なんか1枚で解決しちゃダメですよねっていうのと、しかも、除去するとね、11交換するとはいえ、ドロソが打てないと、ハンド切れるんですよね。はい。そこを全て解決してしまってると、ダメですね。はい。そのパワーレベルと、カードの多様性に対する悪影響のため、絶望将来は禁止されます。ということで、はい。で、最後に、年1回の禁止改定の、告知は2023年8月7日、エルドレインの森のプレビューに先駆けて行われます。ということで、今回スタンダードでこの3枚が禁止になりましたけど、まあ、この後、まあ、2ヶ月ぐらいかな。
2ヶ月ぐらいのタイミング見て、あ、実はこのカードもダメだったらスタンダードでも禁止されますよっていうのは言われてます。はい、というわけで、まず、今回の禁止改定に対する所感の方について私の方で喋っていきたいかなと思います。はい、まずスタンダードの禁止制限の概念の更新っていうので、まあ要は今まで急にポンと禁止が出ましたっていうのを、この日に禁止しますっていう禁止確定、まあ禁止確定というか禁止この日にしますよ、まあない可能性もありますよねっていうタイミング作ったことによって、少なくともその時までは遊べますよっていう、まあメリットがちゃんとできました。はい、でもう一つは急に禁止になんないから、まあスタンダードにおいてね、なんかこのカード、このデッキめっちゃ強いんだけど、急に禁止されそうで怖いなっていうのをなくすっていう面においては、この改定については私は個人的にはすごく賛成です。はい。まあ禁止制限のタイミングですね。はい。なので、個人的には、これの思考については、今後とも続けていってほしいかなって感じがします。はい。で、まあモダンとかパイオニアとかレガシーとかヴィンテージとかもね、しっかりと年1回の禁制改定も、まあしっかりと見てますよって感じになると思います。なんでね、今まで通り、このフォーマットでは禁止するんだけど、このフォーマットは、まあ禁止なくてもいいよね、みたいな感じになることは結構多いと思いますね。はい。そして、禁止改定の、前に3週間の期間、まあ、スタンダードね、新しいカードとセットできてきて、その後に3週間のね、突然禁止改定があるタイミングを作りますっていうのも、これに関しては私は賛成です。で、さっきの話と矛盾してるじゃないかっていう話もあると思うんですけど、例えば、感電典型みたいなやつを私は1年と戦いたくないです。はい。なんで、まあそういうやばいデッキ。まあ、こういうシゴフェリダーみたいな、サヒーリフェリダーみたいな、そういうデッキができない限りは、この手のやつは使われることはないと思うんですけど、こういう、まあ期間があることは結構大事だと思ってます。はい。まあ警察とか消防とかと同じですよね。ないと困るんですけど、あってその人たちが忙しかったら困るんです。はい。それって消防とか警察が毎日出動して大変なことになってるっていう話なんで。はい。なんで、まあこういう期間があることは大丈夫だと思います。まあなんでね、とんでもない奴が現れない限り、例えば4ターン目にとんでもない動きしてゲームに勝ってるよみたいな、まあそういうコンボとかができない限りは、これはあんまりないと思ってます。まあ、王子とかね、そういう単品でヤバすぎるやつが出てきた時ぐらいですかね。はい。で、禁止改定についてなんですけど、グーバとバンクバスターに関しては、そうだろうなっていうのは、前のね、禁止予想でも、話した通りだと思います。で、ちょっとびっくりしたのは絶望将来ですかね。はい。まあ、それぞれ見ていくんですけど、聞き時期に関しては、それはそうやろというか、ことが書いてます。はい。まあ、パイオニア含めてね。はい。そらそうやろっていうことが書いてるんで、これに関してはそらそうでしょって思います。まあ、強すぎるんですよね、純粋にカードスペックが。で、このカードの悪かったとこって何かっていうと、やっぱりちょっとゆっくりめなデッキが、これに対して除去が打てなかったら負けるんですよ。で、他にもいくつかあると思ってて、宝物っていうのが強すぎるんです、今の環境で。まあ、少なくとも今の環境ってトライオームがあったり、ファストランドがあったり、スローランドがあったりとかで、色が結構ガバってるんですよ。そこに対して宝物生成するとよりガバるんですよね、色が。で、じゃあ、これがどういうことかっていうと、例えば、ラクドスリアニメイトからアトラクサが素出しされます。はい。そうやってガバってるっていう証拠ですよねって話ですね。はい。かつ、このカードの良くないところって、例えば、ミッドレンジ。まあ、白タンだったりとか、ミドタンだったりとかあると思います。この手のミッドレンジって、まあ、除去能力とかは低いんだけど、相手にこっちのカードを除去させる能力が高い上に、まあ、カード2枚とか使わないと除去しづらいよね。っていうのが、まあ、白タンミッドだったりとか、ミドタンミッドの、まあ、強みなんですよ。はい。そこに対して、こいつは、その、ミドタンとか白タンとか、ちょっとゆっくりなんだけど、まあ、サイズとかもあるよね、みたいなところを、すべてガン無視できるんです。で、さらに良くないのが、このカードって、1枚で除去2枚要求するじゃないですか。要は、デッキタイプとして、複数枚の除去が打てないデッキっていうのを、複数除去、まあ、自分はね、相手に2-1 交換を要求する、みたいな動きができるカード、っていうのがあれば、あるんですけど、こっちが相手のカードを1-2 交換以上、1-3 交換とかができないカードがないデッキっていうのを明確に締め出してます、このカードは。まあ、ミドタンだったりとかもそうだと思いますし、まあ、他にもね、いくつかあると思うんですけど、圧倒的なアドバンテージを稼げる。まあ、白タンは最終的にアドバンテージめちゃくちゃ稼いで、ギリ生き残ってたりはしましたけど、まあ、最終的にアトラクサで全て吹き飛ばされましたけど、はい。とかあったと思うんですが、まあ、やっぱりその辺のね、複数除去を取れないデッキに対して、このカードめちゃくちゃ強いんですよ。22のゴブリンも残しちゃいけないカード、宝物のせいで、まあ、ワンテンポ相手が動き早くなるっていうのも含めて、まあ、このカードはまあ、禁止が妥当だとは思います。
まあこのカードのおかげでね、結構いろんなおもちゃデッキとかも遊べてたっていうところはあったりはするんですけど、まあそれは相当強くなりすぎてるよねっていうのはあると思いますね。はい、ね、次銀行破りです。まあこれはね、さっき言いました青のドローよりこのカード入れませんかっていうお話に、まあ全て集約されてると思ってます。はい、まあ無色のデッキとかね、そういうデッキ作るとき、例えばまあミドタンだったり白タンだったりとかで、リソース補充はね手段としてはないんだけど、これとりあえずこれ突っ込んどけばドローができるよねっていうのがあったっていうので、その辺もゲームできてたんですよ。まあただね、この辺がなくなったことによって結構厳しくなったかなって印象があります。ただこのカードの良くないところって、ドロソになぜかフィニッシャーがついてくることになってると思うんですよね。2マナのドロソにフィニッシャーがついてるっていう話をしちゃうと、まあさすがにダメだよなっていうのはわかるかなと思います。はい、でまあなので個人的にはこれのフィニッシャー排除した、まあ精神マイナスの基本みたいな、まあ2マナのこういうドローできる置物自体はあってもいいんだけどっていうのは個人的には思ってますかね。はい、まあ白タンのミッドレンジだったりとかが生きていけたのはこういうところもあったと思うので、まあ今後まあその辺のミッドレンジ絡みは結構厳しくなるんじゃないかなと思います。なんならコントロールもちょっと厳しくなりそうな見た目ありますけどね。まあその分コントロールがこれに対処しなくてよくなったっていう面もあるので、まあ一概に厳しくなったかどうかっていうのはわかんないですが、はい、で最後に絶望将来ですね。はい、まあ個人的にはちょっとびっくりした枠になります。はい、もともと絶望将来ってまあ単色の根本原理みたいな、コンセプトで作られてると思うんです。でまあ確かそう書かれてたはず、うん、だと思うんですけど、このカードってまあ黒でめちゃくちゃ強くて、いろんなカードタイプ対応できるっていうのはまあとんでもない強さしてると思います。はい、まあここに書かれてることもちゃんと正義だ、まあ正義というかまあ合ってると思います。ただ個人的にこれが良くないのって、何かっていうと、黒クワドラブルが払えちゃうことのマナベースの方にあると思うんですよね、個人的には。はい、例えば黒タンから飛んでくる絶望将来、まあめちゃくちゃ強いんですけど個人的には許せます。問題はグリキシスとかの三色デッキから飛んでくることですよね。なんでそれ色があるんですかっていうお話をしたくなるぐらいには、まあ、マナベースの方が悪いと個人的には思ってるんで、はい、まあただそのマナベースを改善しない、まあっていうかそもそもマナベースって強ければ強いほど面白いデッキ組みやすくなるんですよ。まあ5色デッキとかが生きているのはマナベースのおかげではあると思いますし、そういうのは組みやすくなるんです。なんでまあマナベースにテコ入れを入れないのであれば謹慎しなきゃいけないかなと思いました。はい、まあなんで個人的にはまあちょっとうーんとは思うんだけど、まあそれにしてもマナベースをなんとか変更しないのであれば禁止しなきゃいけないよねとは思うので、はい、まあこれらについては妥当かなとは思います。はい、で、まあ最後にプレビューに関してなんですけど、まあ今回、言われてないやつ、まあ後でちょっと解説だったりとか考察しますけど、次の環境白系のデッキ、まあエスパーレジェンド、エスパーミッドレンジ、まあ白タンミッドまであれにしても、そこまではめちゃくちゃ強くなります。はい、まあそもそも不利な対面だったラクドスが消えましたからね、今回ので。まあ消えたというか、まあめちゃくちゃ弱くなったんで。はい、なんで次の改定であるとしたら白絡みのデッキ、ないしはまあ土地、あんまりにも土地基盤緩すぎるよねって言って土地が規制されることはあるかなと思いますね。はい、でまあ個人的な感想としてはそんなもんなんですが、まあもうちょっとね個人的に思う部分が一つあって、この手のね記事を書くのであれば、まあ禁止改定って要は運営が想定してない、カードパワーを発揮してしまった、コンボが見つかってしまったっていうのが、禁止するまあ一覧の要因だと思うんです。なんで個人的にはまあそもそもかかめ合いの偶話とかは、どういうコンセプトで作られてて、まあどういう想定だったかと、まあどういう想定外が起きて禁止になったかっていうのをちょっと書いてほしいなっていう気持ちはありますかね。はい、まあ、例えば偶話だったらとかですね、まあ私もね一番最初の公開時点で、まあ書いてあること強いんだけど遅いんだよなみたいな、ところが多分あったと思うんです。はい、まあそれ含めてどういう想定外があって禁止になるかっていうのをちょっと書いてほしいかなって思います。まあこの辺のね使用高い使用率とか、まあ何が欲しいかうんぬんかんぬんとかわかる、こっちもわかるんで、運営が想定していたものとどういう想定外が起こってしまったのかっていうのを個人的には書いてほしいかなと思います。はい、でまあ今回禁止されたことによる次の環境についてのまあ予想についてですね、まずエスパーレジェンドおよびエスパーミッドレンジはめちゃくちゃ強くなると思います。
今回のテコ入れが一切ないこと。まあ、バンクバスターがミッドレンジの方にはちょっとなっていう感じはしますけど、テコ入れが一切ないこと。そして、そもそもエスパーレジェンド、エスパーミッドレンジって、ラクドス以外にめちゃくちゃ強かったんですよ。はい。まあ、なんで次の環境はエスパー絡みっていうのが、環境トップに居座るかなと思います。はい。で、そして、他のデッキですね。ラクドスないしはバンクバスターあたりに抑えられたデッキっていうのはちょっと出てくるかなとは思います。うん、まあ何かっていうと、まあミドタン絡みは、まあ絶望将来ないしはこの辺のね、グーワだったりとかバンクバスターとかにも結構厳しかった部分はあるので、サイズ負けしますからねこいつらに、はい、とかあるので、ミドタンないしはグルール絡みかな。グルール絡みは、ちょっと増えてきてもおかしくないのかなっていう印象がありますかね。それともう一つ、今回でグーは銀行破り含めた、初動で破壊しなきゃいけない置物っていうのが減りました。はい。減ったことによるメリットがしっかりあって、それが置物デッキを使いやすくなることになると思うんです。まあ今までこの辺に対抗するために白炭とかもね、3マナの除去しながら展開するみたいなクリーチャーとかがいたりとかするレベルだったので、それが抜けていくと思います。で、そうなった時に、まあ私が大好きはね、秘技の砲撃、ボンバード絡みだったりとか、あとは、赤の方ですかね。まあ赤の方で言うと、オールビル B1、まあ完全なる統一だったりとかの、コンボデッキみたいなやつだったりとか、その辺の置物でアドバンテージを稼ぐ、ないしは盤面を作っていくデッキっていうのはめちゃくちゃ強くなると思います。はい。なんで、まあそっちの方も結構な強化が来てますね。そして、まあ今回強くなった上で、まあラクドスの、まあめちゃしゃな受給が飛んでくるのが厳しかったよねっていうのがあって、それが、セレズニアエンチャントですね。そこもめちゃくちゃ強化です。まあもともとね、Kリストが入ったことによって、カード単品パワーで見た時に私はグーワイル強いと思ってるKリストが入ったことで、まあ結構完成してるんです。で、本来Kリストが出てきても、まあ神側落ちるしなーが私の意見だったんですよ。まあ落ちないことが確定したんでとんでもないことになったんですけど、はい。なので、まあ、セレズニアエンチャント系も、めちゃくちゃ強くなるかなと思います。なんで、エスパーレジェンズ対、セレズニアエンチャントの、早いデッキ勝負をしながら、まあ、そこに赤炭だったりとかが入ってくる、赤炭、赤緑ダーミの、まあ、早いデッキが入ってくるかどうかっていうのと、まあ、あと、エスパーミッドレンジですね。エスパーミッドレンジがめちゃくちゃ強い、ホーローだったりとか、まあ、その辺が一切、まあ、変更されてないってところで、まあ、ホーローを含めた、まあ、エスパーミッドレンジ絡みがめちゃくちゃ強くなるっていうので、まあ、その辺が気になるところですね。で、ラクドスについてなんですけど、実は、グーワとバンクバスター減ったこと、絶望将来が減ったことはめちゃくちゃ重いです。めちゃくちゃ重いんですけど、それはそうと、まだ強いまんまなんじゃないかなと思います。さすがにティアは落ちると思うんですけどね。ティア2ぐらいにはなると、まあ、1から2ぐらいにはなると思うんですけど、ティアは落ちると思いますが、それでも強いままだと思います。このね、グーワの部分を、まあ、例えば、ビッグスコア、大勝ちみたいな、捨てて2枚ドローして宝物2個みたいなところが展開できるカードと、まあ、最近ね、流行りの、多元宇宙の突破含めた、まあ、お互いのリアに、ないしはチャンドラだったりとか、エターリだったりとか、そういう動き自体はまだまだ残ってるので、グーはなくなったことによるデメリットめちゃくちゃ痛いですが、ラクドス自体はまだまだ、存続できるぐらいかなとは思います。はい。まあ、チャンドラ絶望将来っていう動きはなくなったのが厳しそうではありますけど、なんで除去絡み、ハンドリソース絡みが結構厳しくはなりそうですが、それでもそもそも強い要素っていうのがまだまだ多いところ含めて、まあ、ラクドス自体は、まだまだ続投するとは思います。ただ、今までみたいにミッドレンジっていうよりは、アグロ絡みか、まあ、税血含めたアグロ絡みの方のデッキ、まあ、吸血鬼絡みとかになりますかね、のデッキの方なのか、それか、まあ、オブニキシウスとか、ウィルビーワンとか、まあ、その辺の置物除去が少なくなったところをめくった、まあ、コンボデッキか、まあ、多元宇宙の突破含めたランプみたいなデッキか、まあ、そっちの方に、派生していくのかなとは思います。はい。で、純粋に他のデッキですね、リアニ絡みなんですけど、グーワを採用してたリアニは結構重くなったと思います。はい。まあ、アトラクサの採用理由っていうのも減ってくる形にはなるかなって気がしますね。特にラクドスリアニとかは、まあ、グーワっていうのはしっかりと重要なポイントだったと思うので、そっちは結構落ち目になっちゃうかなっていう印象があります。はい。ただ、他のリアニですね。まあ、私がね、青ビニハイで優勝したような、ディミニアリアニとかは、そもそもグーワも、まあ、バンクバスター入れてましたけど、グーワとか使ってないですし、まあ、その辺自体は結構強いかなっていう印象はありますかね。はい。そして、まあね、他にも絶望将来にがめちゃくちゃ重かったタイプのデッキっていうのは生き残ってくるかなとは思います。ただ、やっぱり黒絡みっていうのはまだまだしっかり強いと思ってて、
潮ドレッドとかは、まあ、まだまだ改定もないですし、まあ、喉首狙いみたいね、その辺もしっかりとあると思うので、その辺もしっかり強くなるかなと思います。そして、3コストの動きに対してカウンターをしなくてよくなった。まあ、バンクバスターに対してカウンターを吐かなくてよくなったっていう面でおいて、まあ、青タンテンポとかも結構強くなるかなとは思います。アグロ絡みがきついことには変わりはないですけど、ミッドレンジっていうよりは、ランプとアグロで分かれてくれると、まあ、そのランプをね、見越して、青タンテンポみたいな、そういったデッキとかも使いやすくなると思うので、はい。なんで、そっちも結構大事になるかなと思います。特に青タンテンポはね、そもそもバンクバスターを入れてないデッキ、かつドロスをちゃんと青のドロスで補えてるタイプのデッキなので、青タンテンポっていうのも結構復権してくるかなと思います。対アグロ対策をどうするかってとこだけ考えなきゃいけないですけどね。はい。というわけで、まあ、今後の環境なんですけど、とりあえずエスパーミッドが、環境トップになることは間違いないかなと思います。で、個人的には、次の8月7日の改定で、まあ、英雄の公有地かな、レジェンダリー絡みのそっちの土地は止めといた方がいいかなっていうのは個人的な意見かなと思います。はい。まあ、理由についてはね、前の、制限改定の、まあ、予想のところでも話してるので、今回は割愛しますけど、多分、スタンダード追加での、制限は行われると思います。エスパーレジェンド、エスパーミッテンジが多分強くなりすぎると思いますね。はい。特に今回、何もなかった白絡み、放浪だったりとか、婚礼発表ですかね。っていうのは、しっかりと強いままですし、まあ、その辺とか使ったデッキっていうのは全然流行ると思います。はい。なので、まあ、まずはエスパーからスタートして今後どうなるかっていうのは見ていきたいかなと思います。はい。というわけで、本日はですね、まあ、長々と、まあ、解説だったりとかしていきましたけど、いかがだったでしょうか。皆さんのね、意見もいっぱいあると思いますので、ぜひともコメント欄で今回の意見についてご聞かせください。はい、というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ、次回もよろしくお願いします。それでは、